はい、皆さんこんばんは。イコールラブの今本アナです。よろしくお願いします。はい、さあということで始まりました。この番組教えて花だよりでは、イコールラブ、ノットイコールミ、ニアリーイコールジョイのメンバーを呼んで魅力を掘り下げていきたいとピシッとしてくださいよ、はい、たいと思います。はい、さあということで約1ヶ月ぶりということで、皆さんお久しぶりです。はい、周年よりちょっと結構前ぐらいにあったので、周年終わりもやってないですし、すごい久しぶりのね花だよりでございます。はい、ということで、すでにたくさんのコメントをいただいていますが、ショールームでコメントをしたりギフトを投げるには無料の会員登録が必要となります。皆さんよろしくお願いいたしますはい、私たちはね、さっきまでリハーサルをしてて、そう、準備ギリギリで感じで、10秒前にこのスタジオにやってまいりました。私もイエーイ。でも大丈夫でしたということで、準備いいですかね。はい、大丈夫です、はい、それでは早速今日のゲストを呼んでみたいと思います。今日はこの子です。はい、皆さんこんばんは、イコールラブの高松ひとみです。よろしくお願いします。お願いします。間に合った。間に合ったね。あ、間に合った。私に食べ物も食べさせられてかわいそうにね、めっちゃ美味しかった。美味しかった、よかった。めっちゃ美味しかった。私が食べたいものを勝手にひとみに買ってきて、めっちゃ時間ないのにめっちゃ爆速でちゃんと食べてくれて、最後まで完食してくれてね。美味しかった、ありがとう。必死に準備をした私たちですが、はい、ひとみは去年の6月ぶりということで2回目。あら、ま、1年以上経ってるの。はい、そうです。お久しぶりのご登場ということで。お久しぶりです、皆様。ありがとうございます。ありがとうございます。ひとみ髪長って思った。そうなのよ、思った。やばくない？めっちゃ伸びたね。めっちゃ伸び、まだ伸ばしてね、なんか伸ばすみたいな言ってたけれども本当ですか？はい、あと1年伸ばします。ほんまかマジで？任せてください。え、今まででじゃあ一番長くなるんじゃない？そう、私去年のね、うん、その今のところに通い始めてから、うん、2、3ヶ月、12月ぐらいからずっと伸ばしてる、うん、やばー、やばくない？やばい、やばいよね。そんな私も変わらんくなってくるよね、うん、いい感じ。いや、うん、嬉しい。いいですね。そしたらもう高めツインとかもね、最近、まあ、ひとみちゃんも一回だけね、やってますから。あの幻のもやりますね最近幻多いですからね、はい、コラブちゃんそう、どんどんみんな、 なんか髪が長くなって、イオリとかも今結構長いし、めっちゃ長いです。イオリだからイコラブあんまショートがいない、いないいないんですよ。せやね。はい、さあということでね、ここに楽しくゆったり過ごしていこうねって書いてあるので言われなくてもそうさせていただきますありがとうございます無理、実家のような安心感で無理なんだけどほんま困るわという感じで楽しくやっていきたいと思います。さあ、イコラブが来てくれたということで、最近のイコラブの話していきたいなと思いますけれどもね、はい、最近だとじゃん、今ここにあるのはエシカワイイさんですけれども、お、すごい、17日に発売だったということで、うん、皆さんもチェックしてくださいましたかね。すぐにしてくれたよ ね。なんか最近そのあのアンアンさんもそうですし、うん、こうやってね全員でのインタビューとか多かったよ ね。周年本とかもそうだし、うん、そうだから、なんかそういうインタビューを結構メンバーのね思いだったりを皆さん聞いてくださったんじゃないかなと思いますが、本当に読んだ方がいいよ、ね、いいよしかも私ひとみとどっちもペア一緒やった。今考えたどっちも、アンさんの方も、うん、サナと私とひとみ、うん、あんじゃん、あ、違う、それか、そうだ、待って待って私こっちはよりとだったかなって思ったんだけどあ、そっか、あれインタビューとメンバー一緒か、うん、あ、そうそうそう、あ、そっか、間違えた、間違えた、ちょっと間違えちゃいましたすいません、カットでこれ生放送でしたっけ。でもさ、すいません、生放送なんで聞かせですけど、カットで、すいません、はい、あの、アンアンさんはしっかり一緒のグループでしたね、はい、一緒のグループでした。はい、はい、なんかあのタナとね、私とひとみだったんですけれど、うん、まあ、結構いつも喋るメンバーというか、そうだね、いろいろこう発言、ね、するメンバーだからっていうならではの話とかしたんじゃないかなって思いますので、うん、ぜひね、どちらもチェックしていただけたらなと思います。お願いします。はい、さあそしてこの間の土曜日は国立競技場でハーフタイムにパフォーマンスをさせていただきまして、はい、ね、FC 東京さんの方行かせていただいたんですけれども、はい、サッカーは初めて？初めて見ました。おー、サッカー楽しかったよね。めっちゃ楽しかったね。ね、ゴールの瞬間見れたしね。もうね。
あのさ、運動会じゃないんだからさ、マジでボール
ね、本当に。確かに確かに。そうそうそう、そう接触ありじゃんね。そう、それがびっくりした。そういうことね。そうそうそう。面白すぎる。恥ずかしかったよねあの試合結構。そうね。そうなんですよ。恥ずかしかったんですよ、うんうん。ちょっとびっくりしました。結構日に。ありがとう。ありがとう。で、その日はさすが
てないので夢は見れてない彼女とせやねん一緒に見たいと思います。せやねん。じゃあジョイちゃんのこの曲をどうぞ。どうぞ。本当に私ねこの曲大好きなの。もう今日も朝見てきた。カラオケでもさジョイちゃんの曲瞳めっちゃ歌うイメージある。これも絶対もう絶対歌う。大好き。瞳の大好きってめっちゃ伝わるよね。本当にこの曲好きで嘘じゃなくて誰も嘘って思ってないあのプレイリストに入れて曲を聴くだけじゃなくて、うん、YouTube のプレイリストに入れて動画を見ながら聴くのが大好きで、うん、今日も朝、うん、お仕事行く時に、うん、もうこれを見てきました。かわいい。イエイ愛の手入った。え、これ何番まで流す？1番だよ、ね、いいよ別に。私2番が好きなの。あ、ごめんね、ほんと。いいけど 2A の、うん、このたんの 2A が大好きで、うん、そんなの、ごめん、じゃあ 2A 見ようよ。そしたら今日だけ、今日はこのたんのコール私にやって、うん、あ、私にやって、うん、明日、瞳何を話そうかな、夢に見たこと超絶可愛い。え、ちょっと超絶可愛いだっけ、これ知らないし知らんし、なんだっけ超絶可愛いだっけ、なんだっけ。みんなどうですか、なんだっけ、超絶可愛いですか、どっちですか、なんだっけ、瞳超絶可愛い、超絶可愛い、俺の瞳、どっち副音声でかい言われてごめんなさい。じゃあもうすぐ2番になります。はい、もう2番になります。どちらでも、じゃあ、じゃあ好きな方、ね、好きな方、じゃあ俺のにしてください。俺の瞳だよ、任せろ。やばい、来た、私が歌います。はい、もうここが大好きなの。そんな MV 見る時間なのに。いや、ほんまそう。いきます。瞳何を話そうかな、瞳夢に見たこと恥ずかしいからも一緒にしよう。このターン見てる時間やってん。なんで本当に嬉しい。私もう死んでもいいぐらい嬉しい。本当にもうやり残したことはない。あれ逆にこのターンこれ見てたらびっくり。あなた本当にありがとう。これがずっとやりたかったの。この曲を見ながら、ここなんかスーパーこのターンタイムだなって思ってて。ね、このターンかわいい。これを今自分でできて本当に嬉しかったです。嬉しい。ありがとう。よかった。じゃあもしじゃあ今度から瞳がこの曲をねショールームさんのカラオケとかで歌った際にはコメント欄でね、はい、ぜひたくさん絶対に言ってください。言ってください。お願いします。そしてこれからもねこのターンコールもいっぱい皆さんしてください、ね、え、するするお願いしますはい、さあということでじゃあ続いてに行きたいと思います。続いてはイコノイジョインピックです。プチ競技をみんなでやっていてチャンピオンを決めていきたいと思います、うん、今回の競技はじゃじゃん、お猿さんのっけタイムアタック。お猿さんのっけタイムアタックはい、さあということでジャンプ台からお猿さんを飛ばして3つの木に乗せるまでの時間を競いますということで、カープレットで行くわ。いいよ素晴らしい、意識高い ねこうやってこの猿の美女やばいんだけど誰も今まで美女に言ってきできなかった誰も猿の美女やばい改めて見たらさマジ舐めてるうちらのこといやいや足もやばくない、バランス力めっちゃ良くない、マジクソ煽られてんだけど死ぬんだけど本当におもろ、ね、煽らないで私たちのことをこんなに煽らないわざわざさ許せない、いいからこの手いらんから別に YouTuber の手そんな、はい、ええねん、ええねん、瞳の M 黙ってほんまにはい行きましょうほんまに無理、もうイコラム来たらさほんまにちょっと遠い方が良くない、いいよ、だからこれ3つのところに載せるから任せていける。で今のところの記録はももかちゃんの1分13秒で、最下位が萌子の4分4秒だから、萌子4分これやったの4分これやった4分これやったからよし、ひとみちゃんは1分以内で頑張ってください。はい、いきますよ、よーいスタート。これ5分コースかもしれない。おお、でも確かにここの加減はできないから、すごい、もう落ちるところにやるよ。そうだね、
すごい、でも乗っけるのうまいけど、たっけ1メーター50センチぐらい高い。たっけ、たっけよ、もうカメラがいいやもんね。あ、惜しい、やばい。そう、でも落ち着いてる、焦りがないね、ここ乗せる時の。おい、今のはどうなんだ。すいません、おい、落ち着いてください。今のはどうなんだ。すいません、今のは乗っただろう。すいません、怖い。いけるよ。やばい、ちょっと待って、でも3個乗せなきゃだからね。あー、惜しい。さあ、何分コースでしょうか、こちら。今回萌子のことを4分で、え、萌子4分って言っていました、お姉さん。私さ、ショールームのゲーム本当に下手なんだよね。ちょっと待って、ねえねえ、1個にしてくれない。え、でも無理です。乗りそうっちゃ乗りそうなの。え、なんで乗らないんだろう。乗りそうよ、めっちゃ。みんな4分確定言うてるで。嘘じゃん。え、ね、待って、いじめられて、ちょっと待って、この猿のことさ、あの先にしたから、ちょっとこれに文句言ったから一個も入らないんですけど。猿から怒られてるわ、やばい。え、なんで。ひとみちゃん近い方がいいのか、どうなんだろうね。朝までコース。そうだよ、 M とかさ、いじってたから ね、 ね、 M とか言ったからね、煽っちゃったからさ、猿ちゃん怒っちゃったよ、ね、ちょっと。みんなどこら辺の距離でやったの。そんぐらい。でもね、結構難しいね、これ。難しいですね。だから1分台もマジすごい。ももかちゃんすごい。ももかマジすごいな。でも私も1分10秒で、私一番早かった。すいませんね、私だわ。すいません、あの日が暮れそうなんです、はい、もう暮れてるか。もう暮れてます。あ、欲しいわ。頑張って。今挑戦者、まあ、私を除けば4人目ですね。1分台、4分台、諦め、高松選手、諦めに入りました。すいません、ね、1個は乗せてもらっていいですか、頑張って。できないんだけど。いけるよ。なんでだろう、理由、うん、あなたがさっき煽ったから ね、 ね、それな、煽ったからさ。マジそれな、褒めてあげな、ほら、かわいいね。かわいい、マジかわいい。めっちゃさ、かわいくない、この美女。今までで過去一さ、好き美女なんだけど。本当にかわいい。ちょっと黄色でいこう。赤がダメ、赤がダメなの。そう、赤がダメかも。ひとみちゃん、あらちゃんね、なんか今まで生きてきて初めて見たカンペがあって。何？リタイア OK ですっていうカンペが出てきたんだけど。待って、初めてかもしれない。え、リタイアした子いない、うん、いない。え、みんなさ、こうやりきった。てか、こんなにさ、うん、行かないことない。いや、でも4分、今まだ4分は経ってないですもんね。3分じゃあもうみんな普段は1個入ってるってこと。うん、かな。だって、もう、あー、来た。いいよ、その調子やらせてください。その調子いいよ、いけるよ。やらせてください。行こう。サルさんが机からいなくなるまでやろう。なんか前そんな感じでしたよね。あーね、確か。サルさんがいなくなったら終了です。あー、惜しいね。あと5機います。あと4機です。あと3機です。サルは3機、あと3機まだあります。まだあります。あと3機です。皆さんお付き合いください。まだあります。いけます。あー、惜しい。あと2機なので1個ずつ乗せてください。いきます。はい、いけます。惜しい。いけるいけるよ、いけるよ。やば、待って、いける、本当にいける。マジでいける。あー、何やってんの。あと1個、あと1機、その子を大事に。この子を大事に。絶対どっちかに乗せてください。お願いします。まだいけます、まだいけます。しかし4分は過ぎたことでしょう。マジみんなすごい。
すげえちょうど。